じゃ、いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。僕、安子ちゃんと仲直りできて、なんだか今までより、いろんなことが楽しくなってきたよ。え？どういうこと？ねえお兄ちゃん、僕こんなものを見つけたんだけど。え？なになに？うわ、これホジロケットのバルブじゃないか。すごい！これで3つとも揃っちゃった。僕はなんて幸せ者なんだろう。バルブを見つけてくれたお礼と言っちゃなんなんだけど、この3段目のロケットに君のサインを入れてくれないかな。サイン？でっかく名前を書いてってこと。名前を？うん、燃料の配合バランスやその他諸々のコツが分かってきたら、この3段ロケットを打ち上げてみようと思ってるんだ。これに名前を書いたら僕の名前が宇宙を飛んでいくってこと？本当に宇宙まで上がるといいんだけどね。私はちょっとドキドキしながら、太い油性ペンで自分の名前を大きく、しっかりと書いた。どういうことが楽しくなったの？例えば、床の拭き掃除でピカピカになったところに自分の顔が映ることとか、蚊取り線香をじっと見てると、目が回ることとか。
んだ。なんだ、意外に丈夫じゃない。僕はちょっとだけ落書きしてみた。ねえおじちゃん、なんで大工さん辞めちゃったの？え、ああ、なんでだっけな。だから、お墓の前を通るときは息を止めてなきゃいけないんだって。何秒？3秒くらい。また嘘ばっか言って。そろそろクイーンカブトの登場だぜ。お、お兄ちゃんやる気だね。まず俺が相手ね。じゃあこいつでどう？いけいけいけ。よし、いけ。の番か。頑張れ。やった、いけるかも。はあ、負けちゃった。じゃあ次は俺の番ね。いけいけいけ。よし、いけ。いけ、俺のクイーンカブト。よし、いけ。よし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 。よし、いけ。負けちゃったよ。しくしょー、負けちゃったよ。
でも約束は約束だ。僕ちゃんをこの基地の仲間として正式に認めるぜ。あ、ありがとう。でも一番下っ端だからね。忘れんなよ。すごい。なんつったってここは大工事だったもんね。ねえ、あの遠くに見えるお山はなんていうの？ああ、あれは突然山って言うんだ。ここら辺で一番高い山なんだよ。へえ、そうなんだ。ねえ、あそこは歩いて行ける場所なのかな？突然山か。歩いて行けないことはないけど。お兄ちゃん、あの秘密まで教えることはないよ。でも仲間になったんだし、友達同士で隠し事があっちゃまずいよな。そうかな。じゃあやっぱ虫相撲で決めようぜ。僕ちゃんがもし俺の秘密の秘密兵器に勝てたら、その時はおとなしく突天山へ行く道を教えてやるよ。秘密の秘密兵器？そう。驚いてしょんべん漏らすんじゃねえぜ。とにかく僕ちゃんがあのモンスターと戦うのにふさわしいレベルになってきたら、いずれ出してやるよ。まず俺が相手ね。じゃあこいつでどう？よし、行け！よし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 ！技のレベルが上がったぜ。新しい技を身につけたんだ。いけいけいけ。じゃあ俺たちも元のところへ帰るぜ。僕くん、またね。ああ、朝が置かれちゃったよ。あれ？僕くん、どうしたのかな？ねえ、これお姉ちゃんのお母さんが置いていったんだけど、ここの鍵じゃないのかな？え？どういうこと？あれ？
アイス食べてる。お母さん。お母さん。お母さん。何？お腹すいたな。夏の焦げたアスファルトの匂いがする。雨降らないかな。アイスみんなに内緒で食べてたの？うん。ねえ、はい。じゃあ。
砂糖水塗ろうっと。さてと、腹減ったろ。晩飯の時間だぜ。短い船旅ですが、皆様ごゆっくりお楽しみください。ねえ、あのロケットのヨくん、お父さんは何をしている人なの？何をやってるって聞かれても、狼じじいかな。あら、それは昔のことでしょ？今は炭焼きの職人さんなのよ。でもみんな狼じじいって呼んでるぜ。だって狼じじいは狼じじいだよ。もう、うちのガキンチョたちったら。じゃあ、いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。そういえば、小説がのんびりちょっぴり進んだよ。今回は冒険活劇なんだけど、かなーりうまく書けてるよ。なるほど。ボク君が何かを解決すると、それが元になって小説が出来上がっていくと。なるほど。我ながらナイスなアイディアだよね。ナイスアイディア！アイスなアイディア？シロナガスクジラ？びっくりした！あ、もしかすると今の話聞こえてた？まあ、どうせ意味わかんないだろうけど。あ、もう独り言は言わないからね。危ない危ない。拾った鍵を渡したよ。ある朝、パンダの黒と白くんは道端で銀色に輝く小さな鍵を拾いました。すぐに目の前に立っていたレンガ造りの赤い家のドアをノックします。トントントン、トントントン、この鍵はあなたの家の鍵ですか？いいえ、多分違います。そんな鍵は見たことないよ。すぐに隣に立っていたトタン屋根の大きな家のドアをノックします。トントントン、トントントン、この鍵はあなたの家の鍵でしょう？いいえ、やっぱり違います。そんな鍵は見たことないよ。すぐにその隣に立っていた小さな丸いお屋根の家のドアをノックします。トントントン、トントントン、この鍵はあなたの家の鍵だよね。すると玄関に出てきた初老のおばあさんが答えます。はいはい、そうです。それにしても一体どこに落ちていたのでしょう。もう半年もこの鍵を探し続けていたのです。おばあさんは家の中から小さな古い箱を持ってきました。この箱の鍵ですか？これはまた随分と小さな家ですね。いいえ、これは亡くなった姉の形見の品が入った箱なんです。私も中を見るのは初めてなので、ちょっとドキドキしています。そして中には一通の手紙が入っていたのです。親愛なる妹ナターシャ、庭の3番目の踏み石の横に白桃の種を埋めたから、毎日欠かさず水をあげるように。あなたが風邪をひいた時、その実を食べて治しなさい。おばあさんは大粒の涙を流しました。パンダの黒と白くんは大きくため息をつきました。でも何かにがっかりしたわけではありません。僕にもお姉さんかお兄さんがいたらいいのにな、そう思ったのです。
でも日本の女性ってもっと自分の言いたいことを我慢して言わない人ばっかりだと思ってた。過去形なの？うん。だって目の前にそうじゃないのがいるんだもん。あら失礼ね。ちなみに私みたいなのはあなたの国ではなんて言うの？じゃじゃ馬。もうそれ思いっきり日本語だってば。でもジャージャー馬のジャージャーってどういう意味なの？知らないよ。私子供の頃猿飼ってたんだ。猿モンキー仲良しだったな。物心つくまで本当の兄弟だと思ってたもんな。うちのモンキーは男の子だったんだ。だから君と一緒にお風呂に入っていたら思い出したってわけ。